次は有楽町。有楽町やば電車の隣にとんでもない肩幅の人座っとる。これ何人分あるんただでさえ人多いのに、一人だけで五人分くらい埋め尽くしとる。ほんで、下半身はなんであんな細いん何食ったらあんな体験になるんあの、すいませんね。幅を取ってしまって。えあ、いえいえ。これ生まれつきなんです。あ、そうなんですね。ええ。なんか、こんなこと聞くのもあれですけど、私生活で大変なこととかないですかまあ、毎回ドアを通るときは引っか,かかりますね。やばそりゃそうだわ。あと、道を歩いててほぼ全員と肩がぶつかって、いつも乱闘になります。やば いつも乱闘になるんや。会社に遅刻してるときは全員投げ倒していきます。やば想像したらやばいわ。海で泳ぐときはいつも漁師からエイと見間違われます。やば漁師からもそう見えるほどのエイっぷりなんや。以前翼をつけて空を飛ぶハングライダーをしたときに、まだ翼をつけてないのにインストラクターからついてると見間違えられて崖から落とされたときは大変でした。やばインストラクターが見間違えることなんや。まあそれでも若干ですが飛べたんですけどね。やば天然ハングライダーできるんや。揺れが。あ,あす、すいませんね。でお前もか まあ毎日投稿するんでよかったら高評価とチャンネル登録してね。